こんなはずではございませんでした。なまじ小池にお別れしようとしたことが。やたらはてめえのバカさ加減がつくづく嫌になりました。親分、どうか堪忍してやっておくんない。仏になってお見通しの親分さんの前でやたらきっぱりお約束いたします。第八の手に奪われた松井田の材木財馬三人、半馬の数は残らず取り消し、親分殺しの下手人を必ず挙げてご覧に入れます。そしてもう一つ、おゆきさん、必ずあしが。取ろうと取るめえと、中身は一つよ。バカ野郎！リャンコの野太郎だよ。待てんじゃねえよ。大八を出しな。俺は大八に用があんだよ。おい、みんな待て。バカ野郎、待たねえかい。親分は探業中でござんす。失礼さんながら、御用は成り代わって、あっしが。てめえ見たことのある面だな。ああ、思い出したで。てめえは元松井田の親分のうちにいた、確か三原の助五郎だったな。はい。大八が留守じゃ面白くねえな。いやいや、ケチさん来い。オーヌストに荒らされて、昔の影のなくなった松井田一家の跡目相続に、ヤンコの弥太郎がご挨拶に出ましたとな。墓の中でな、虎太郎親分が夜ごと日ごと悔し泣きする声が聞こえて、この弥太郎毎晩うなされてかなわねえんだよ。その分じゃこの弥太さん、ふらふらっと何をしてるやつか分からないっすね。もう一つ、虎太郎親分が時々妙な声でおっしゃるんだ。弥太郎よ、俺を殺したのは誰か岡村の大八によく聞いてくれってな。まだあるんだよ。墓の中からまたもや虎太郎親分がおっしゃるんだ。やったよ。やった。恩を忘れて大八一家に寝返りしたドブネズミどもの首をいちいち勘定してくれってな。聞いてんのかよ。聞いております。そうだよね、てめえもその口だよ。
気をつけな。出直してまた来るぞ。来るな。